ャンピオンズリーグレアル戦で激闘。ユニオンが挑んだ世界最高峰の舞台。18年前にドイツ5部リーグにいたユニオンベルリンが世界最高峰のUEFAチャンピオンズリーグでレアルマドリードと対戦をした。ゴールからわずか3シーズンで2部まで昇格して、そこから10シーズンで1部にまで駆け上がり、現在1部で5シーズン目を戦っている。人件費はドイツ1部クラブで最下層だが、クラブ史上初のチャレンジとなる1部で残留を果たすどころか、どんどんと順位を上げ CL にまでたどり着いてしまった。クラブよりも偉大な存在はいない。どのクラブでも言われることだが、ユニオンではそれがさらに徹底されている。チーム、コーチ陣、スタッフ、首脳陣、そしてファンとの団結力は極めて固い。今季のユニオンは不振に苦しんでいた。どうにも勝てない。公式戦連続2勝利数は実に16試合だった。一部昇格、そして ECL、EL、CL 出場の大立役者だったウルス・フィッシャー監督はクラブとの合意で辞任することになった。新監督のネナ・ドビエリカは選手の心理状況をリセットし、ユニオンらしさを取り戻すための工夫を試案した。例えばフィッシャーは午前練習を好んでいたが、ビエリカは午後練習に変更。またCLの前日練習でフィッシャーはベルリン市内の移動によるストレスを考慮してホームスタジアムでトレーニングをしていたが、ビエリカはオリンピアスタジアムでのトレーニングを優先。それぞれはちょっとしたことかもしれないが、そうした取り組みや視線の変化はメンタルに活力をもたらす効果もある。CL グループリーグ最終節を前にユニオンの2勝はすでになく、3位でイエル出場権獲得の可能性はあるだけだ。試合は圧倒的不利と思われたが、ユニオンは懸命なプレーの連続で流れをなんとか引き寄せようと戦い続けた。7万4000人で満員に膨れ上がったベルリンのオリンピアスタジアム。ファンの声援はチームにとってこれ以上ない大きな力となり、起こるはずがないと思われたことさえも起こした。前半終了間際の2分間、ハンドの反則でレアルに PK を与える最悪のケースに GK フレデリク・レノーが渾身のセーブ。その直後、レノーからのロングボールを FW ケビン・ベーレンスがヘディングで前線にパスを送ると、レアル DF ダビド・アラバが痛恨のクリアミス。こぼれ球にいち早く反応した FW ケビン・フォラントが迫り来る GK キーパーリサバラガを抜くシュートを流し込んだのだ。すぐ近くでニオンの広報がスタッフと抱き合って飛び上がっている。別のスタッフは両手で頭を抱えたまましばらく動かなかった。湧き上がってくるものと大きなガッツポーズと共に叫び、力いっぱいみんなで抱き合っている。最終的には2-3で力尽きたビエリカ監督は、60分まではレアル相手でも対抗できることを示してくれた。だが相手は CL 優勝14度を誇る世界の強豪、別のレベルにあるチームだ。自分たちは優れたチームだというのを再確認できたのはいいことだったと、試合後の記者会見でニオンのパフォーマンスを高評価していた。キャプテンの MF ラニケディラはミックスゾーンでファンへの感謝の言葉を口にした。チャンピオンズリーグはクラブ全体にとって素敵な瞬間だった。そしてファンにとっても歴史的なことだった。今日もそうだ。試合中だけではなく、試合終了後もずっと声援を送ってくれた。彼らは本当にクラブのために全ての力をくれるんだ。レアルのアンチェロッティ監督もニオンファンが作り出した雰囲気に感銘を受けたことを明かしている。ファンタスティックなスタジアムで、ファンタスティックなファンからのサポートだった。ユニオンはハードに戦い、よく組織立っていて、簡単な試合ではなかった。ユニオンのヨーロッパへの冒険はひとまず幕を閉じることになる。ヨーロッパの舞台での戦いを続けたかったよ。ビエリカ監督の言葉はみんなの思いの代弁だろう。ブンデスリーガに集中し、一部残留を果たすのが次の目標だ。とても面白い試合だった。ユニオンはドイツらしいファンの熱狂と雰囲気で会場を支配してたね。みんなで跳ねながら歌ってたりして楽しそうだった。ユニオンは何回もクラブが潰れそうな時にサポーターが支えてきたクラブだからな。右肩上がりの成長が嘘のような今シーズン、情熱とリスペクトを共存させられるの良いね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。